一の森は、徳島県三馬市と、同県長郡長町の境界に位置する山。標高1879.2メートル。徳島県下第4位の広報である。四国百名山選定。県山の東方1.5キロメートル、旧三馬郡小屋平村と、旧長郡木沢村の境界に位置し、剣山国定公園に含まれる。山頂は微妙な総除法になっており、 山頂標は左側にあり、三角点は右側にあり、山頂直下には一の森ヒュって一の森神社がある。一の森の名は剣山に至る一の森、二の森、三の森に由来し、剣山手法によって名付けられており、古くは剣山の一部として捉えられていた。江戸期は小剣山とも呼ばれたが、あわしには小剣山、 鶴木山の西南にありと、二郎級を小剣山としていて、足巻地雑話では、夫より小剣山に登り、直ちに大剣山に登るとあり、現在の一の森を小剣山としており、明治期までは剣山を挟んで一の森と、二郎級が、小剣山として混乱して呼ばれていた。明治四十一年の、波名小案内に、それより、熊笹の追い茂れる山道一里余りを登りて、 一の森に達し、さらにハ半利を登って二の森を越え平家の馬場に達すと、あり、この頃から一の森の名が定着した。徳島藩有林として、金山であったため古木が多く、四国調べ古滅が五葉末が多い。美濃越から鶴剣山へ往復するだけで、一の森まで足を伸ばす人は少ないが、深田久屋は、 著書で、県山の姿勢は一の森から望むのが最上と、記している。山頂の手前にある黒井の順南碑は、1965年3月、北斜面で発生した流れで、設備の点検に向かった、速攻所の殉職した職員のために、新田次郎が、山を愛し気象観測を愛し採取を愛せし男、ここに眠ると記した。剣山信仰の表参道として、 昔から利用されていた、コリ取りからのコースは、国道438号穴吹川沿いに、コリ取り橋から、富士の池、両郊寺の境内から山道に入り追い分けを通り1の森ヒュッテー。懲り取り橋から山頂まで、約3時間半。美濃恵津から、登山リフト利用し、西島駅から刀がかりの松の十字路を左へ進み、行場が点々とある道を約1時間。 剣山山頂より南東へ、にの森、柔南の石踏みを経て山頂へ約45分。ありがとうございます。